はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、だいぶ長かった設定が。まず収録前に何がやってたかっていうと、まあ後から言うんだけど、これハードディスクをね入れ替えたんだけど、ハードディスク入れ替えたのに伴い設定が全部初期化されてしまって、なんで初期化されてるのかわかんないけど、初期化されて、要はね、前のあったハードディスク、あれをね、収録を全然してない時に変えたわけですよ。動画が全部なくなって、で変えたんだけども、まあハードディスクね変えるのとかは、まあ結構簡単で、パソコンしてる人は簡単でね。で、まあハードディスクフォーマットするのにめちゃくちゃ時間かかったっていうだけかな。で、一応今やろうとしたら設定全部さ、なんで全部設定も初期化されるのかわかんないけど、ハードディスクのパスとか全部飛んじゃってて、もう一回設定し直して、で、最後にさ、音声デバイスをなんか指定しなきゃいけないんだけど、それ日本語で言ってくれないかわかんなくてさ、で、それなりのことやってたらなんとかなったっていうね。全然。そう、だから何のエラーなんかちょっと言われてる意味がわかんなくてですね。はい、それでは、皆さんこんにちは。お久しぶりです。ということでね。これからね、ゲームをやっていくんですけども、まあ、まずこのゲームなんで選んだかっていうとね、時間がないから収録をやめたのにね、個人的にやってたから、じゃあこれも収録しろよっていうことで。私ね、ゲームやってるの全部収録してるね。だから、誰かからか自分のゲームを、世の中の誰かが見てくれてるっていうことですよね。今日も復帰作でこれでいきたいと思います。でね、ちょっと今日新人初見の人はね、ちょっとね、初見の人向きじゃないですね。ちょっと見てくれてる人向きかな。今までは動画、ちょっと動画の方向性とか全然言ったことなかったんだけど、昔の動画まではちょっと自分のチャンネルでしか見れないゲームをやってきたんだけど、もう別にそういうねゲームはなくなってきて、これからは自分がちょっとやり残した、人生やり残したゲームをやっていこうかなと思います。だからもうそんなに、ね、レア度はなくなってくるんだけどね。まあもう本当にね、 YouTube のチャンネルとかもね、ちょっと進出失敗したし、もう完全な趣味ですよ、完全な趣味ということでね、こんなもんか。うん、言うことなくなったし、始めていこう。これ別に、リセットかけて、こっから見る必要はないか。こっから見る必要ないか。もうさっきからずっと見てるもんね。ここになんかね、裏技みたいなのあるんだけど、クリアしたら裏技がね、出てくるんだけど、もうそういうのもやりません。で、キャラクターはもうなんか、このキャラクターが、結構、やり慣れてるんで、このキャラクターでいこうと思います。もうサク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 いくよ。で、この動画だけはもうすぐ収録して、で40分後ぐらいにもうアップしますね。もう出来たてほやほやで。ああこれ何、ボタン押さなきゃいけないの。あれ押したよ。もう本当にね、私こういうのも読みませんからね。別にこういうナレーションっていうのは、そういうのもね、結構もうそんなね、滑舌悪かったらやらない方がいいだろうっていうぐらいの滑舌なんで、まあ、こういうとこは黙っといた方がいいんだね。分かってる分かってる、よく言われるから。これで楽しんでる人がいるからね。最後のね、ボスも見たんだけどな、やっぱ強かったよ。このゲーム基本的に難しい。で、私自身、奇技怪怪っていうゲームのブランド、ゲームのブランドっていうか名前のブランド、これアドバンスが最初なんだね。で、R か L、どっちか押したらなんか必殺技なんだよね。シューティングゲームで言うたら、これが A か。A で、あれね、これ、お札投げって
で、この丸くなったっていうのはなんか、これが B、B か。これビヤーってやってる。もう一回使ってみようか。ちょっと待ってよ。あ、いいか。ボスの時に使うわ。なんでその説明するのに使わなきゃいけない。あれ？ここなかったっけな？あれ何だったかな？忘れた。あー、これ。これ、一撃で死ぬからね。こういうのアイテムあるんだ。で、なんか、確かね、これが、ほらほら、強くなってるんだよね。あ、来い、来いって、来いって、危ないや。危ねえ。今、生きた気がしなかった。あれ、これ下閉まってるんだよ。もう行けなくなってきた。あー、ここ、あんま喧嘩売らない。危ない、危ない、危ない。危ない、行け行け。ほんと一回で死ぬからね、これ。ヒットポイントとかもない。で、これ鍵がいるんだよね。昔のゲームってよくあったんだけど、カズちゃん検定でも鍵がいるし、そう、昔のゲームってね、普通にクリアするだけじゃないし、ね、鍵を集めて、どうのこうのっていう。あ、ここ危ない！あー！ね？言ったでしょ。てか、ね、これもう一回やり直しますよ。俺はもうね、あ、やばい。終わり？もう一回できる？で、これあれだけ見せとこう。ひたすら、こう。こういうのが、R ボタンだ。R ボタンでこれがなります。丸い玉分ね。これリセットどうするんだったっけ？うわ、最悪だ。リセットできない。あー、リセットできねえや。ちょっと死ぬわ。俺も、一回でクリアしたいんだって。言ってる意味わかる？グラディウスと一緒なんだって。グラディウスと一緒。コンティニューは、ね、無限だからね。あれあれあれ、あー、わかんない。これなんか遅いんだよな。はい、それでは始めていきまーす。やべえ、リセットボタンわかんない。リセットボタン、あ、あ、そっかそっか。これで撃ってたらなんか出てくるんだ。ほらほらほら、そう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 、こうやって探していくんだって。あーあーあああ、もう！もうやだやだやだ。ちょっとこれ、ノーミスでクリアしたいんだって、俺のプライド的には。なんかね、こういうね、プレイするのにさ、なんか、めちゃくちゃ、批判的な人言ったけどさ。グラディウスでも、ノーミスで行った方が、グラディウスでもノーミスで行った方が、こう、確率が高いんだって。ここずっと行ったら骸骨出てくるからね。あ、なるほどね。お、危ね、危ね、危ね。どこだったここ？ここら辺でしょ。あれ？あ、出てきた。あ、こういうとこあるんだな。で、これあんま出しすぎたら弱いんだよね。こういうのに切り返してた方がいい。その連続性がないから。で、こういうのをやっといた方が、で、ここほら。ほら、ほらほらほら。こう強くなるの、これ。強くなる。ここ上行ったらもうダメだから、早く。ほらほら、これがね。で、あ、もう何歩やってるの。あ、もう見てた、見てた。そんなどうでもいいか。あ、危ない。あれが危ない。これが ね。でもね、こいつを、これを貫通してくれるやつがいるんだよ。雑魚キャラの中でさ。ここでちょっとあれ使ってやろうかな。危ない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 。貫通するっていうかさ、ダメージが弱いから。で、ここでこう使っちゃおう。あれ、あんま敵いなかったな。ちょっとこれ今リセットの方法もわかんないからな、しょうがない。あ、もうボスだ。もうボスは、ボスは、もう、あれで倒しません。これ倒す。おっ！うん、上からか。うん！これ一撃で死ぬからね、自分は。来るんだろ？俺来た。あー、なるほど。これ斜めがいいんかな。危ない危ない。もう無理無理すんな、無理すんな、無理すんな。危ない危ない。うう、
危ない。ああ今生きた子を失わなかった。でこれ飛んでくるぞ飛んでくるぞ。もういいからもういいから、無理すんな無理すんな。あもうな死にかけじゃん。そうそうそう最初弱いと。あ危ない焦った。ああもう10分か、いい時間じゃん。もう1回当たったら死ぬからね、これこのゲーム難しいよ本当に。あこれもう全然方向機効かなくて勝手にワープしてます。今こういう調子でね上げていくんで、これはもう40分ぐらいに上がってるんで、もう全然編集もしないんだよ俺は。俺ね、この、なんだ、収録キャプチャーソフトのね、なんか、編集、なんか、設定とかもイラッとしたわね、なんか。ほんとに。だから、俺、最近全然興味ないからね。早く、早く、早く。はい、2面ということでね。はい、2面。はい、ご視聴ありがとうございました。それじゃ、失礼いたしまーす。